黄大島の空中写真。画像左下対岸は、潮の岬の東岸。この写真が撮影された1975年、串本、大橋はまだ架橋されていない。国土交通省国土画像情報をもとに作成。1975年撮影の15枚を合成作成。黄大島前景。串本港より、黄大島は、 和歌山県東室郡串本町の沖合約 1.8km の海上に浮かぶ面積およそ9.68平方キロメートル、周囲28キロメートルを誇る和歌山県下最大の島である。元来より大島と呼ばれてきたが、全国的に大島の名を持つ土地は、数多く、それらとの区別のため、キーを監視、キー大島と呼ばれる。また、 串本大島とも呼ばれる。人口はおよそ2000人で、和歌山県で唯一の離島振興対策実施地域ともなっていた。台風銀座でもあり1890年には、日本とトルコの友好関係のきっかけとなったエルトゥールル号遭難事件が、東島の沖で発生した。紀伊大島は、潮の岬とない我が島を隔てて、東側に浮かんでおり、元来本州であったところからは、 最短でおよそ1 8キロメートル潮の岬からは1キロメートルほどしか離れていない。海岸線は、島の西側の一部を除いて、海色崖の発達が顕著に見られ、黄色大島の東端には、柏崎が大きく突き出しており、その付近には、暗礁が散在している。海岸線は、入り組んでおり、黒潮が潮の岬にぶつかりその一部が、 紀伊大島にまで流れ込んでくることもあって、魚がたくさん取れ、島内には農業への依存度の高い反応反魚の集落が点在している。島には、高地は100ヘクタールほどあるが、そのうち60%ほどが畑である。北部では地面の浸食が進んでいるが、南部には平坦な土地が残っており、菓子の峰地、主港の集落もある。 面積は9.68平方キロメートル、周囲が28キロメートル、東西およそ8キロメートル、南北およそ2.5キロメートルである。紀伊大島では、古くから大樹や串本からの漁師が入業を行っていた。島の中心となる大島港は、江戸時代から江戸から大阪に至る航路における風町や避難のための港として海船が多く寄港し、 また漁港としても栄えていた。捕鯨も古くから行われており、大島港は、捕鯨の基地として捕鯨が盛んであった頃は、大島港に日本水産の捕鯨基地があったことに代表されるような繁栄も見せていた。串本節にも歌われた、串本と大島を結ぶ巡航船は、潮の岬からない我が島を経て、キエルトゥールル号相南例ヒトルコ記念館会混合。 紀伊大島は、同じ串本町内の潮の岬や、橋群岩など合わせて、吉野熊野国立公園の一部となっている。海産物が多く海も美しいので釣りや、スキューバダイビングを目的に、キー大島を訪れる観光客も多い。串本、大橋、連星寺水門神社、柏崎海混合その他トルコ軍艦遭難者墓地、県指定史跡大島水門祭。 県始定向け民族文化財島には以下の学校がある。本州とつながる潮の岬から串本大橋が伸びている。公共交通機関は串本町立病院串本駅、柏の東大口間に串本町コミュニティバスがた日6往復運行されている。串本の駅前にはこの黄色う島にある大島タクシーの車が待っていることが多い。ありがとうございます。